では早速注ぎ方です。まずはグラスを立てたまま上の方から勢いよく注いでいきます。それではご注目ください。とても上の方から勢いよく注いでまいりました。この勢いが非常に重要なんです。泡でいっぱいですがこれで成功です。上の方から勢いよく注いだことによってグラス